ちは。チョピコ北の暮らしチャンネルのチョピコです。はい、タカさんでございます。はい、もう少しで鶴居村に入るところでございます。はい、っていうのも、今回は明日から2日間鶴居村にある鶴の里キャンプフィールドでイベントがあるんです。はい、はい、鶴里フェスタ、鶴フェスですね。そうです。はい、そこで私たちがミオンチャンネルさんとともにアンバサダーをさせていただいていて、そこに一緒に行って、出展したり、司会をしたり、いろいろ、はい、皆さんをお出迎えするような形にさせていただきます。今回ね、宿泊者さんが多いんですよ。そうらしい ね、うん、っていうのも、天気がすごくいい。去年はね、10度ちょっとしかなかったらしいんだけど、ね、そう、今年20度超えるらしいんだよね。そう土日月で3連休、普通の暦通りの人は3連休休みっていう方も多いと思うので、絶好のなんかタイミングに恵まれたのかなと思います。いろんな人に会えそうだね。ね、私たちがいつもお世話になっている、A プロダクトセラテッコの三上社長さんがね、はい、今回遊びに来てくださるという名目でちょっとねお手伝いもしてくださるということだったので、限定商品のね、ランプシェードだとか、一応オリジナル製品ですね、うちの分と日本チャンネルさんの分、そうだね、緊急でこう限定商品作ってくださって、でお持ちくださるということで、私も張り切ってね。そうだね。まあ主にイベントのご紹介でしたね。イベントの告知をしに行ったんだね。そうです。はい。鶴の里の鶴里フェスタのイベントの告知をさせていただきに行きました。あのスタジオ2階にあるんだけど、ちょうどね、建物内にある本屋さんを2階から眺められるんだよね。あ、そうなんですよ。そう、うん、で結構上から眺めてた、本会に来てる人、そう結構ね面白いんだよね。面白い。紅茶4っていうね、北海道では結構有名な、本とか雑貨とか本屋さんとかね、売ってるとこなんですけど、結構広くてね、すごく広い。そこにミスドとかも入ってたりとかして、ね、なんかその始まる前まではミスドでちょっと打ち合わせして、オーナーとオーナーママさんと私たち4人でね、イベントの打ち合わせしてね、そう、でなんかこうすり合わせて、そうだね、せっかく会えたからね、打ち合わせして、そう、そしてラジオの方に出演したっていう流れになります。うん、鶴の里到着でございます。よいしょ、はい、結構もう来てる。結構いるね。うん、あ、いつもの赤いタープがもうすでに、さすが。よいしょ、はい、じゃあ受付いきますか。はい、めっちゃうまかったです。すごい、ありがとうございます。感飲しちゃいました。
今日向さんの付き人の人が、あ、今さんは今テントの中に、テントの中に、あ、そうなるほど、テントにいますね。でした。なんか味噌の味、じゃあ早速いただきます。味見してないんだけど、おいしい。醤油はね、家で食べてる。いや、めっちゃうまかったっすよ。あ、うまい。なんかすごい香ばしい。本格的。めっちゃ本格的。美味しそう。俺、おかわり取ってくる。ないか。みんなの分あるの。そうだな。危ない。2回目からはお金取られるシステム。はい、次13番の人をどうぞ。はい、おめでとう。はい、14番の人をどうぞ。それでですね、結構協賛品の方をいただいておりますので、この協賛の説明をですね、YouTuber さんの方とか企業さんの方とか、紹介いただいてますので、まずそのご紹介の方をさせていただきたいと思いますので、チョキコ北の暮らしチャンネルのタカさんよりご紹介させていただきたいと思います。はい、タカさんでございます。タケルさんの実家のワンちゃんの子供、かわいい。うん、なんでそっちもね。始めたいと思います。よろしくお願いします。すいません、また緑引いちゃいました。緑の356番。おー、おめでとうございます。よかった、おー、よかった、よかった。じゃあ次行きます。次緑です。みんな目ギラギラになりますね、これね。1回充電したら3日間持ちますよ。一番高いっていうキーワードにね、なんかね、目がギラギラしてますからね。プロ63番です。振り付けが昭和、バリバリ昭和やん。こんな楽だ。最後目玉来ました。おお、瞬間パスポートでございます。鶴の里キャンプフィールド年間パスポート、何日泊まっても冬季終了日まで、2025年冬季終了日まで何日泊まっても年間無料です。うわー、やばいです。すごい、やばいです。お一人様、黒の人で2桁、黒で2桁。おー、いっぱいいる、いる、いる。おー、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 おめでとうございます。すごい。
あ、バイソン動けない一回並ばないと切り取れないと今回は東北の方のね、当麻町から、セラ鉄工の社長、三上社長がですね、来てくれて、そうだね、心強かったよね。そう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 、お世話になりっぱなしなんだけど、今回はそうそうそう、お手伝いいただいて、そうなんです。嬉しかった、ね、嬉しかったです。旭川のね、道人さん のつながりで、私たちもつながって、製品をね、販売させていただいてたんですけども、今回初めてね、そういったところで、社長に来てもらって、ね、興味があった方たちがみんな喜んでくれてて、そうだね、そう、社長さんから説明受けられるって、そう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 、すごく嬉しく思ってくれてる人たくさんいたもんね。ね、本当に来てもらってよかったと思って、ね、ちょっと楽しかったしね。そう、すごい楽しかった。 YouTuber さんたちもね、みんな楽しく撮影して、そうだね、すごい十何人かな、そう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 、いらっしゃって、ね、みんな結構交流もしてたしね、うん、YouTuber 同士の交流、そうそうそう、結構盛んにされてて、うん、関係者の皆さん、本当にありがとうございました。そして来ていただいた皆さん、うん、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、それでは、次回はまた上小丹公園キャンプ場の後編を出しますので、うん、お楽しみにしていてください、はい、気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、それではまた次回もお楽しみに、はい。